こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では30代40代の大人の男性におすすめの今注目の旬なブランドをですね、5つ皆さんにご紹介をしてみたいなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは主にですね、大人の男性に向けてユニクロを使いながらベーシックで定番的な着こなしをお伝えすることが多いんですが、まあ、このようなスタイルすごくいいんですけども、その反面ですね、どうしても時々マンネリ化を感じたりもするわけですね。そこに関してはベーシックな着こなしを軸としながら程よくトレンドアイテムとか旬なブランドをですね、取り入れるのが僕はバランスがいいんじゃないかなと思ってるんですね。まあ、そんな中で今回ご紹介する5つのブランド、このあたりをですね、覚えておくとかなり日々の着こなしが新鮮に映るかなと思いますので、ぜひ皆さん頭の片隅に置きながらお店で見かける機会があったらですね、まずは試着からしていただきたいなというふうに思ってます。定番的な着こなしの中にこれらのブランドが1個でも2個でも加わるだけでもだいぶですね、雰囲気も変わるかなと思いますし、何より自分のテンションが変わってくるかなと思うので、ぜひ試していただければなというふうに思っています。まあ、正直ですね、今回ご紹介するアイテムどれもちょっと癖があったりだとか定番的なものに比べると少しだけ難易度は上がるんですが、ぜひですね、今後の参考にしていただければなと思ってます。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからは具体的なブランドを皆さんにお伝えしていきたいなと思ってるんですが、まず1つ目、これはですね、スニーカーのブランドなんですが、ニューバランスですね。昨年僕もですね、いろんなスニーカー購入しましたし、お店でもですね、常にチェックをしてきたわけなんですが、その中でも最も勢いを感じたのがニューバランスというブランドかなというふうに思ってます。僕も私物をですね、今2つ持ってきているんですけども、あと自宅にもう1足あるんですが、計3足今ニューバランスのスニーカーを所有しています。まあ、ニューバランスというのは結構大人の男性にとっては定番的な位置づけかなと思ってるんですね。そして多くの男性は結構ですね、靴の量販店に売られていて、おじさんおばさんが履いてそうな靴というイメージも未だに持っているかなと思うんですね。ただ結構ですね、おしゃれが好きな方にとってはニューバランスという選択肢は結構前からあったわけで、僕自身もですね、ニューバランスを初めて買ったのは今から10年ぐらい前なんですけども、このニューバランスというブランドはことあるごとにですね、ちょっとブームになることがあるんですね。僕も10年ぐらい前から数年履いて結構愛用してたんですが、しばらくですね、ニューバランスを履かない時期がありまして、ちょうど今から2年ぐらい前ですかね、少しずつまたニューバランスが来てるんじゃないかなとか、ちょっと履きたいなと思うですね、気分になりまして、少しずつ買い足していったわけなんですが、その流れがですね、昨年から急激に上がってきているような気がするんですね。まあ、中でもですね、こちら900番台と呼ばれるようなものが今めちゃくちゃ人気で、様々なセレクトショップでも取り扱いがあるんですが、発売と同時にですね、すぐに売り切れてしまうようなものすごく人気が高いモデルになってるんですね。今僕が持ってるのは992というモデルで、これまたですね、なかなかレアなスニーカーになってまして、僕自身もですね、これはなかなか定価で買うことができなくて、ちょっとだけ高い値段したんですが、どうしても欲しくて購入したのがこの992というモデルなんですね。メイドイン USA で手作業も多くて非常に作りもいいですし、まあ、ソールのクッション性ももちろんいいんですが、まあ、何よりですね、このデザインですね、正統派なシンプルなレザースニーカーに比べるとやっぱりどことなくこうダサかっこいいというか、最初はですね、この良さになかなか気づかないんですけども、履いていくうちにこの何でもですね、合わせがしやすいコーディネートのしやすさだとか、あとは味わい深さだとか、まあそういった部分にですね、このニューバランスの良さというのはすごくあるんじゃないのかなというふうに思ってます。まあニューバランスのスニーカー、ブラックだとかネイビーだとか様々なカラーリングがあるんですが、個人的には最もですね、ダサかっこよさが際立つこのグレー系がやっぱりなんだかんだで使いやすいかなと思ってるんですね。なかなか買えるタイミングってないかなと思うんですが、こういった99にもいいですし、まああと最近お店で並んでるものとしたら991ですね。これまたなかなかですね、自分のサイズが見当たらないことも多いんですが、まだ992に比べると全然定価で手に入れやすいかなと思うので、気になる方はぜひチェックをしていただければなと思ってます。あともう一足ですね、こういった900番台結構高くて3万円オーバーなんですね。ナイキだとかアディダスのスニーカーだとやはりですね、ほとんどが1万円台なんですが、ニューバランスって結構高いんですが、こちらの2002というのはですね、これまた去年買ったものなんですが、
16,000円前後だったと思うんですが、まあ、これぐらいだったら日常的にも使いやすいかなと思うので、こういったものもいいかなと思いますし、最も定番的なのは、ちょっと僕の手元にはないんですが、ニューバランスの996ですね。メイドイン USA のものは結構高いんですが、1万円台中頃で買えるアジア生産のものもあるので、まあ、そういったものであれば比較的デザイン的にもですね、取り入れやすいかなと思うので、まだニューバランス履いたことがないという方は、結構ベーシックな着こなしの中にニューバランスって相性がいいので、ぜひトライをしていただければなと思ってます。まあ、具体的に言うと、ブラック系のスマートアンクルパンツにニューバランスのスニーカー、これめちゃくちゃ相性がいいので、普段僕がお伝えしているスタイルとも相性がいいので、よかったらお試しいただければなと思っています。はい、続いて2つ目のブランドなんですが、これまたですね、私物があったので持ってきてみたんですが、バブアーというブランドなんですね。まあ、このブランドというのは昨日今日できたようなブランドではなくて、1800年代後半にできたような超老舗ブランドなんですね。まあ、イギリスのブランドなわけなんですが、これもですね、去年かなり多くのお店で見かけた、まさに旬なブランドかなというふうに思ってます。僕はですね、普段スタイリストとして様々なお店に出入りするわけなんですが、まあ、ショップの店員さんとお話をしてると、このバブはですね、結構大人の男性ですね。30代から40代の男性に結構人気だったんですね。まあ、それ以上の世代にもですね、人気はあるんですが、最近はですね、割と10代、20代の若い世代にもですね、支持されているようなんですね。まあ、丈の長さとしてはそこまでロングではなくて、お尻がすっぽりと隠れるぐらいの着丈の長さで、ちょっとこうですね、失敗するとおじさんっぽく見えるようなクラシックな雰囲気が漂うんですけども、このちょっとやぼったさ、ダサかっこよさというのが若い世代にもすごく人気があるということで、本当にですね、様々な世代に愛されているのが、まさにバブアーというブランドなのかなというふうに思ってます。まあ、僕自身もですね、バブアーというブランド、今からですね、6、7年くらい前だったと思うんですが、シップスがですね、別注で出しているもの、ネイビーのものだったと思うんですが、バブアーのビデールというモデルを購入してしばらく着ていたんですね。ただその頃のバブアーというのは今のようなトレンド感というよりは割とクラシックで定番的なアイテムとして大人の男性に愛されるような立ち位置だったんですね。ですが今はですね、割とこうトレンド感があって着こなしとしてもジャストサイズに着るというよりはあえてちょっとこうワイドめのパンツと合わせてみたいだとか今っぽい緩めのサイズ感の中に取り入れるというのがですね、このバブアーの使い方としては割と多いんじゃないのかなというふうに思っています。そして結構特徴的なのは、バブアー自体もちゃんとこう定番的なものを作っているんですけども、それだけではなくて、各セレクトショップとコラボレーションして、ちょっと変わり種のバブアーのモデルがですね、増えてるという点なんですね。僕が今着てるのはですね、これまたセレクトショップのものではなくて、アンドワンダーというブランドとのコラボレーションモデルになってるんですが、通常のバブアーにはないような少し変化球のあるもの、まあこういったものがですね、最近のバブアーには多くて、個人的にはあまり人とも被らないし、クラシカルなバブアーもいいんですが、ちょっと人との違いを出したバブアーというのも、楽しみ方の一つとしては、結構皆さんにもお勧めできるかなというふうに思ってます。最近はね、ロング丈のコートもですね、人気はある程度落ち着いてきまして、このような、そんなに着丈が長すぎないですね、アウターもトレンドになっているので、その流れの中でもバブアーはすごく使いやすいかなと思うので、決して万人向けのアイテムではないと思うんですね。失敗するとニューバランスもそうなんですが、やっぱりやぼったくおじさんっぽく見えるんですけども、内側をシャツと合わせてみたりだとか、爽やかな白だとかライトグレーのニットと合わせたりしながら、ぜひバブアーもですね、大人の男性に楽しんでいただきたいなというふうに思ってます。今はですね、各セレクトショップのコラボレーションモデルも楽しいので、まあ、いくつかですね、概要欄にリンクも貼っておきますので、よかったらそちらもチェックしていただければなと思っています。はい、続いて3つ目のブランドなんですが、こちらはですね、私物を持ってきたんですが、アウトドアブランドをですね、着こなしの中にミックスしようという流れというのは、まあ定番的ではあるんですが、ここ数年また盛り上がりが出てきてるのかなと思ってまして、その中でも個人的にですね、ちょっと旬を感じているのが、パタゴニアですとか、ワイルドシングスだとか、割と老舗のアウトドアブランドなのかなというふうに思ってます。まあ、このようなアウトドアブランドの中で定番的な位置づけとして皆さんもご存知なのがノースフェイス。これは間違いがない選択かなと思うんですね。あと僕の動画の中でもよく出てくるアークテリクスというのも割と浸透してきた部分もあるかなと思うんですが、その流れの中で最近ではもう昔から人気があったパタゴニアだとか、あとはワイルドシングスだとか、
そういった老舗ブランドもですね、まあ改めて再評価されてきて、非常にですね、人気が高まってきているのかなというふうに思っています。昨年僕はですね、このパタゴニアのシンチラというモデルを購入したんですが、こういった襟の高いスタンドカラーのですね、フリースなんかも結構緩い感じがして、個人的には使いやすかったかなと思うんですね。まあ、このようなパタゴニアというと、僕が大学生ぐらいの頃、古着ブームがちょっと来ていて、おしゃれな人は結構着てたブランドだったんですけども、その頃のサイジングと比べると、ややゆったりめのサイズを選んだ方が、僕はですね、今のトレンド感には合ってるかなと思うので、同じような、似たような雰囲気であっても、サイズ選びはちょっと変わってくるのかなというふうに思ってます。あと、ワイルドシングスに関しても、やはりですね、今のトレンドに合ったような、ゆったりめのオーバーサイズのアウターなんかが多かったりするので、老舗のですね、こういったアウトドア系のブランドもですね、最近はなかなか熱いのかなと思うので、まあ、まずはこういったパタゴニアのフリース、非常に使い勝手がいいですし、ワンマイルウェア的にも使えるので、ぜひ皆さんもですね、試着からしていただければなと思っています。はい、続いて4点目はですね、オーラリーというブランドなんですね。いわゆるドメスティックブランド、国内のブランドのわけなんですけども、こちらはですね、様々なセレクトショップで取り扱いがあるので、中にはですね、見かけたことがあるという方も少なくないのかなというふうに思っています。今僕自身が着ているこちらのシャツなんかもそうなんですが、このブランドの特徴としては、デザイン自体は割とベーシックで、使いやすいものが多いかなと思うんですね。その点は僕ら大人世代でも非常にですね、親和性が高いブランドかなと思うんですね。ただ、サイズ感に関しては、やはり今っぽいですね、ちょっとゆったりめの作りになってまして、このシャツに関しても、身幅にもちょっとゆとりがありますし、着丈もやや長めになってるんですが、かといってものすごいビッグシルエットではないので、割と使い勝手がいいんじゃないのかなと思ってます。そして一番の特徴と呼べるのが、素材の質感の上質さというところですね。こちらのシャツに関してもそうなんですが、とにかくですね、動いた時の質感が滑らかで上品なんですよね。柔らかな光沢感っていうのが、まあ、動画で伝わるかどうかはですね、ちょっと疑問なんですが、すごくですね、上品な質感なんですね。そして色合いもすごく綺麗で、ベージュだとかブラウンだとか、このあたりの柔らかな色味が僕はオーラリーの中でもとても好きなんですけども、デザイン自体はとてもシンプルなので、色合いだとか素材の質感で大きな違いというのが出やすいかなと思うので、その点はですね、ある程度服が好きで様々な着てきた男性でも満足度が高いブランドなのかなというふうに思ってます。まあ値段は正直安くはなくて、セレクトショップのオリジナルと比べると 1.5 倍から2倍弱ぐらいしてくるんですが、定番的なアイテムが一通り揃って、次の一歩としてどんなファッションをしようかなと悩んでる方にはかなりおすすめのブランドかなというふうに思ってます。まあ身近なところだとユナイテッドアローズだとかエディフィスだとかこのあたりのセレクトショップで取り扱いがあるのでぜひ皆さんチェックをしていただければなというふうに思っています。はい、続いてラスト5点目はですね、ちょっと私物のものがなくて大変申し訳ないんですが、ダイワピア39というブランドなんですね。このブランドはですね、ほんとここ数年非常に人気が高まっているブランドかなと思ってまして、発売されるや否やいきなりですね、完売してしまうような非常にですね、人気の高いブランドになってるんですね。まあ、ダイワというのは僕自身はですね、あまり馴染みはなかったんですが、釣りをされる方にとっては非常に馴染み深いブランドかなと思うんですね。もともとは釣り具、フィッシングブランドとして有名で、まあ、世界中でですね、ファンのいるようなブランドなんですが、このブランドが最近はアパレルも展開をしているんですね。それがダイワピア39というブランドなんですけども、まあデザイン的にはこのブランドもそんなにですね、ぶっ飛んだものではなくて、ベーシックな部分が多くて、まあサイズ感がゆったりめであったりだとか、あとは機能的な素材使いですね。ここはやはりですね、釣り具ブランドとして様々な機能的なものを作ってきたというですね、バックグラウンドがあるからこそ実現可能かなと思うんですが、かなりタフな作りになっているので、割とガンガンと使いこなせるところが魅力的かなというふうに思ってます。まあ、デザインのベースとしては、ちょっとこうミリタリーっぽかったりだとか、ワークウェアっぽいところがあったりするんですが、それをですね、なんかストイックに男らしく洗練させているのが、ダイワピュアのですね、魅力の一つかなというふうに思ってます。中でもこういったシャツアウター的なものですね、ポケットが多数ついていて、
どこかですね、ミニタリーライクな感じ。色はですね、ブラックだとか、あとはオリーブ系ですね。結構ダイワピュアのイメージとしては、オリーブのイメージが僕は強いんですが、こういったものが非常に得意で、まさに今の時代感にすごく合っていて、先ほどご紹介したようなニューバランスのスニーカーとも相性がいいかなと思いますし、どこかバブアー的な雰囲気も感じなくないんですね。モチーフとしてはミリタリーだとかワークだとか、ちょっとカジュアルな雰囲気はあるんですけども、そういったものをストイックにちょっとクリーンな感じでですね、アレンジしてるのがダイワピュアの魅力かなと思うので、なかなかですね、気軽に買えるようなブランドではないと思うんですね。というのも先ほどお伝えした通り完売してしまうので、僕自身も欲しいなと常に思ってるんですが、争奪戦に負けてしまってですね、なかなか買えないでいるブランドなんですが、ぜひ皆さんもですね、旬なブランドの一つとして頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では30代40代大人の男性におすすめの旬なブランド5選ということで皆さんにご紹介をさせていただきました。中にはですね、皆さんも知ってるブランドもあったかなと思うんですね。例えばニューバランスだとかバブア、あとはパタゴニアあたりはですね、皆さんご存知かなと思うんですが、割とですね、僕ら世代には懐かしく感じたのがワイルドスイングスかなと思うんですね。このあたりは僕の中でもちょっとこう胸厚なブランドだったりするんですけども、それ以外にも今僕が着てるようなオーラリーだとかダイワピュアだとか、このあたりはですね、おしゃれがある程度好きな方じゃないと知らない名前かなと思うので、まずは皆さん名前だけでも覚えて帰っていただければなというふうに思ってます。どのブランドもですね、非常に人気でファンも多いブランドなんですね。ですので今回僕が解説したのは本当に触りの部分だけなので、もっと深く知りたい方はですね、ウェブだとか、あとは YouTube の中でも細かく解説している方がたくさんいるかなと思うので、そちらも参考にしていただければなというふうに思っています。基本的にはですね、僕がお伝えしているようなベーシックなスタイリング、ここをベースにしていただいて、あとはですね、ちょっと飽きてきたなとか新鮮な雰囲気も取り入れたいなという時に、今回ご紹介したようなアイテムをですね、ミックスさせてあげると大人の男性の皆さんにもですね、キッドファッションをもっともっと楽しんでいただけるかなというふうに思っています。ぜひ動画を見ていただいた皆さんの中で、このブランドは最近旬だなとか注目してるなというものがあったら、どしどしと書き込んでいただければなと思ってます。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。